ちょっと待ってね。ちょっとチラしてドンって言って、これ絶対机に頭ぶつけるやつなんだけどさ。まあっていう感じでねっていう感じでね、別になんか隠れるほどのことでもないんですけどツインテールで来てみたんですけど、どうでしょうか。ちょっと前髪もね、ちょっと分け目が変わっているんですが、後ろのインナーカラーてる。そう、ちょっと私の前髪のね、この、緩みが後ろにも。まあ、でもね、なんかもともとね、ちょっとね、入ってんのかなって感じで、お出かけ衣装なんかもね、実は後ろの方ちょっと白かったりとかして、ツインテールっぽい、なんか、キャラクターの嘘の曲歌いたいな。私今、アスカしか出てこない何がいいかな。ナノハアスカ。レールガンにツインテールのやついたっけ。黒子か。レベル5にするか、じゃあ。髪をほどいて、ああして、こうして、こう。お部屋スタイル三つ編み。なんか普段のね、股のやつにちょっと似てるんですけど、まあ、三つ編み実はしたことないかな？手前三つ編み実は初めてじゃないかなって気がしますね。メガネが欲しい。メガネは、ない あ、メガネはない。そんなせっかくだから、これをオフにして歌おう。あ、待って。ここで出そう。ポンチョ。行こうよ。今より遠くへ。そうだ。まだね、実は、まだ微妙に隠してるものがあります。もうこれで全部出たんじゃないの？みたいな空気ですけど、まだ実はあります。ぬるっとね、ポンチョ出したけど。ポンチョ可愛いでしょ？お部屋のね、上着って感じで。もっと褒めて。もっと褒めて。もっと褒めて。髪型。もう一個ありますと。ちらっ。こちら、ごきげんよう。あ、そうだ。あともう一個髪型が あるけど、その前にパーカーを着てみる。パーカー着てみるか。あ、これもね、脱ぎやましますよと。私、パーカーも着れますし、フードもかぶれちゃいますよというね。はい、かわいい。私、かわいい。まあ、でもせっかくなんでポイントにしとこうかな。で、これに、まあ、ちょっとだけ追加したのが、まあ、最後なんですけど、ポイン。カチューシャ。つけてみました。という感じで、怖いね。もう1時間経ってました。一応ね、全部のね、衣装のお披露目はね、させていただきました。しれっとね。これも、みんなどれが好きでした？みんなどの衣装じゃ、どの髪型が好き全部一個に絞って、一個ならどれなの？三つ編み、ツインテール、サラサラ。これわかんないよね。これなんて名前だろうね。この髪型何？アクロバティックサラサラかな？ちょっと待って、この髪型はね、ふんわり横髪って書いてる。この髪型好きな人なんて言ってるのかわかんないね。いや、そう、なんかメガネは、なんか部屋着だからあんま考えてなかったけど、確かにね。それはもう、あれですよ。リスナーさんが書いて、それを私が貼れば使えなくはない。なので、絵師さん求むみたいな、素材求むみたいな感じですね。なんかアイマスクとかはね、作ってくださった
方いたんですけど、こんな感じで。これじゃあメガネはないんですけど、これでもいいですか？三つ編みにしとくからさ、これでもいいか？それでスパチャ読んでんのおもろい。でもこれで歌ワークしたらみんな気になっちゃうでしょ。この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとうとか言い始めたらさ、ありがとうって思うならそれ取ってよって思うでしょ。でもほらさっきメガネが欲しいって言われたからさ、メガネの代わりにアイマスクにしてみた。もう一パターンね作ってくださってたんですよ。これもある、これも。いや変な女変な女しかしかもなんかちょっと後ろで縛られてるみたいになっちゃったし見て、なんか後ろで縛られてた変な女。ああどういうこと。まあ、こっちにしとくか。やっぱこっちの方がいいよね。私こっちの方が似合ってると思うの。楽しみにしててね。このマスクが立つ。向いてる方向とさ、口の位置が真逆なのめっちゃおもろいな。もう一回会いたくなっちゃった。もう一回君たちに会いたくなっちゃった。みんな今日は来てくれてありがとうね。明日もまた会いに来てくれるよね。あ、私のチャンネルじゃないけど。みんないつもありがとうね。君たちのこと大好きだよ。うん。昨日は誰の配信見てたの？私に黙っててバレないって思ってたの。黙ってたらバレないとか思わないでね。いつも見てる。